はい、では今日も社長の仕事365日ラジオを始めていきます。今日は230日目になります。今日のテーマは理念を伝えるためのヒントということになります。皆さんの中には会社の理念を掲げている人も多いと思うんですけれども、悩みとしてはですね、その理念はあるんだけどそれがなかなか社内に伝わらないとかですね、社員の人の心に響かないということがあるのかなと思うんですよね。今日はそういう状況を打破するためのヒントをご紹介できればと思っています。でそれはですね、なぜその理念が大切なのかを合わせて伝えるということなんですよね。でちょっとね、例を出してお話ししたいんですけども、うちの、財団のですね、理念がありまして、その中の一つが、夢っていうのがですね、ドリームっていうのがありましてですね。でその夢とは何かというと、人々の内なる起業家精神を呼び起こすというものが、うちの会社のこう理念の一つなんですよね。じゃあなぜこれが、大切なのかということですね。なぜ大切かというと、世の中の全ての人はその内に秘めた起業家精神というのを持っている、ということなんですよね。じゃあなぜそれが大切かというと、起業家精神を呼び起こすことによって、どんな人でもですね、偉大なこう起業家になれる素質というか、可能性を持っているということなんですね。じゃあなぜさらにそれが大切かというと、世の中を振り返ってみるとですね、起業家っていうのは、世の中をより良くするための存在であるということなんですね。これ私の師匠のマイケル・ガーバーさんが言ってたんですけども、これまで起業家が戦争を起こしたことがないと。戦争を起こすのは常に政治なんだと。なので起業家っていうのは世の中を、ね、良くするために存在してるんだとみたいなことを言ってたんですよね。って考えたら、起業家っていうのは世の中を良くする存在で、あり、じゃあそういう人が増えることによって世の中は良くなりますよねということになるんですね。世の中が良くなることによって一人一人の人っていうのはより豊かなこう人生を生きることができる、平和に生きることができるということになるわけですね。なのでそう考えると、この人々の内なる起業家精神を呼び起こすことによって、その一人一人の人たちがよりいい人生、豊かな人生を送ることができるようになるというふうにこうストーリーがつながるんですね。でこの何か物事を伝えるときにこのストーリーで伝えるって結構大事で、こう人々の内なる起業家精神を呼び起こすってこの一文だけだとなかなか伝わりづらいんですけど、今みたいにこうストーリーで伝えるとなぜこれが大切なのかっていうのが分かるし、あそういえばそうだよねみたいな感じで、人々のこうなんていうか心に入りやすくなるんですね。これがストーリーの力かなと思うんですけども、そういうふうにこうなぜを繰り返すことで、そのストーリーが生まれてくるんですよね。皆さんも多分理念があるってことは何かしらのこう理由があってですね、自分の中 でそれが今の一文としてこう、ね、結実してるわけなんで、その裏にあるストーリーがあるはずなんですよね。でそれをこうなぜを繰り返すことで、明確化していくことができると思うんですね。でその理念の背景にあるストーリーと一緒に伝えることで、社員の人、社員の人だけじゃなくてですね、他の人にも伝わりやすくなるということがあると思うんですね。なので、理念を伝えるためにそういうなぜを繰り返していってストーリーを伝えるということになります。で、もう一個ですね、伝えるためのヒントとしては、今度こう理念があってですね、それをみんなっていうかその社員の人は自分の仕事にこう落とし込んで考えないといけないんですよね。って考えたら、こう大層な理念があってもそれが自分の仕事とリンクしているということが理解できない限りはあまりこう興味関心が分からないんですね、彼らも。なので次のステップとしては、じゃあその理念実現のためになぜ皆さんがやってるこの仕事が大切なのかということを伝えてあげるということなんですよね。でこれもストーリーで伝えると分かりやすいので、なぜその仕事が大切なのかっていうのをなぜを繰り返してストーリーを作ってあげるというやり方で伝えていくということなんですよね。でこのストーリーを作るときに大切なのが、今会社はシステムであるという考え方で、これもマイケル・ガーバーさんのね、昔から40年前からずっと伝えてきていることなんですけど、会社はシステムであるということで、一つの業務は他の業務と密接につながっているんですよね。なので一つの仕事単体で完結するってことなくて、ある人がやってる仕事っていうのは他の人がやってる人の仕事に密接につながってるんですね。なので、そう考えるとですね、皆さんがやってる仕事っていうのは、こう他の人の仕事にもつながってるし、ひいてはこう会社全体の仕事につながってて、
そしてそれが会社の理念につながってるんだよっていうようなお話の仕方をするということですね。でちょっと例としてですね、最近読んだ本から引用したいんですけれども、リッツカルトンホテル、あれを作ったですね、フォルスト・シュルツさんっていう人が書いた本なんですけど、まあ、そこにねちょっといい例があったんでご紹介したいんですけども、まあ、ある時にですね、そのホテルのルームサービスですね、ルームサービスを頼んでからのこう到着が、ね、遅いっていうクレームが結構、ね、頻発した時があったらしいんですよね。でじゃあそれを解決しないとそのリッツ・カールトンが掲げているような、卓越した、ね、サービスが実現できないんで、まあ、そのじゃあなぜそれが起こっているのかって理由を突き止めようみたいな話になったんですね。で普通に考えたらですね、そのルームサービスを、作るシェフが悪いとか、それに運ぶ人がノロノロしてるから悪いんだみたいな、ところだけでも完結しがちなんですけれども、まあ、そこでそのシュルツさんは、シュルツさんもね、その会社はシステムであるっていうことを非常に学んでたんですね。まあ、その本の中にも書いてあったんですけど、会社はシステムだっていうふうに書いてあって、でそれでまあ彼はその単にその料理を作る人のせいとか、ルームサービスを運ぶ人のせいだけにしなかったんですね。原因を突き止めていくとですね、まあ、ちょっとプロセスは省きますけれども、結果としてはその部屋のですねルームのタオルとかですね、なんかこうアメニティグッズを補給する人いると思うんですけど、その人が、そのバックヤードの、従業員用のですねエレベーターを止めてるせいだっていうのが分かったんですね。まあ、それが原因で、そのルームサービスが遅れるってことがあったんですね。でさらにちょっと深掘りしていくとですね、なぜそう止めてるのかっていうと、そのシュルツさんが昔指示したことが原因で、彼らはそのエレベーターを止めざるを得ないっていう状況だったってことが、ね、分かったんですね。なので結果としてそのルームサービスが遅れる理由っていうのは、実はその、代表であるシュルツさんのせいだったっていう、ね、話が書いてあったんですね。まあ、こんな感じで、全ての仕事って全部つながってるということなんですね。まあ、そう考えたら、一人一人にやってる仕事も小さく見えるかもしれないけども、それがシステム思考で考えたら会社全体につながっていて、会社の理念につながっていて、まあ、その理念が世の中とつながっているっていうふうに語ることができるはずなんですよね。まあ、そういうふうに伝えると、この仕事の重要性というのは伝わるし、理念の大切さというのも伝わるかなと思います。というわけで今日は理念を伝えるヒントという話をご紹介しました。また明日お会いしたいと思います。